はい、いつもご利用いただき誠にありがとうございます。こちらはレディースのパンツですね、レギンスになるかと思います。はい、シミの付着状況ですね。はい、お品の側面になりますけれども、色移りが広範囲に生じた状態になります。はい、反対側の裾の方にも付着がありますし、両サイドですかね、反対側にもありますね。はい、まあ、そのような状況ですけれども、はい、お品がルイ・ヴィトンのお品にはなるんですが、素材ですね、素材の方が、ナイロンに対しポリウレタンが 25% 混合されているお品になりますね。はい、こういった素材ですね、色移りして色素が定着してしまいますと非常にね、除去が難しい状況になってくるんですが、はい、昨日少し処理させていただいた限りではまだなんとかいけそうでしたのでね、お引き受けさせていただいてるんですけれども、はい、もう最悪の場合ね、特にまあポリウレタンが混合率がね高いお品に関して、このように一度色が染まってしまうとね、全く取れない時もありますのでね、気をつけていただきたいと思います。除去に有効な薬品がね、使いにくい状況ですので、限定された中での処理にはなってくるんですけれども、化学薬品に対して意外と弱い素材なんですよね。あまり加熱したり無理して除去を試みるとお品にダメージを与えかねませんので、今一部やっていましたけれども、今おおむね取れてるんですが、少しやはり残っている状態ですね。はい、ただまあ素材の耐久性を考えますと、この辺りが精一杯かもしれないですね。はい、もう少し頑張ってありますけれどもね。はい、大変そうですね。はい、一旦ここまでになります。はい、ルイ・ヴィトンのレギンスですけれどもね、染み抜き完了しております。はい、広範囲の色移りということで、処理させていただきました。
そうですね、この側面に沿って激しい色移りが生じていたんですけれどもね、結果から申し上げますとね、わずかに残る結果とはなっております。はい、というのもね、この縫い目に沿ってね、生地が重なっているんですよね。はい、こちらはね、どうしてもこの重なっている内側ですね、内側のシミが除去しきれずにね、少し残る形となっております。この縫製をね、ほどかなければならないんですけれども、縫い合わせてあるような感じですのでね、ほどいて処理することもできませんでしたので、まあ、この辺りが精一杯ということで、はい、まあ、ご理解いただくいただきたいとは思いますけれども、そうですね、もう目視した状態で、まあ、かなり改善はしてるんですけれども、まあ、残っている状態になりますのでね、もしかしたら満額ご請求はさせていただけないかもしれないですのでね、まあ、減額もしくはシミが残ったということでね、まあ返金扱いですね。ちょっとまあそのあたりをまだ決めかねているところですけれども、どうでしょうかね。なんとか使用ギリギリできるような状態かとは思いますけれどもね。はい、まあこのあたりでご容赦いただければと思います。はい、ご利用いただき誠にありがとうございます。